はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画425回目は2021年発売バイスクルヒプノシス V2 です。前回に引き続き今回も色違いの V2 で、こちらの方はね、2019年に発売したヒプノシスっていうカーディストリーム系、これ3種類 USB-CC から出たカーディストリーシリーズの中の一つなんですが、それの色違いになります。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルヒプノシスの V2 です。前作の方がグリーン主体だったのが、今回はパステル調主体になっていて、前回もこう傾けるとホログラム表記だったのがそのまま継承されつつ、ヒプノシスという言葉の意味は催眠術もしくは催眠という意味なので、こちらのカラーリングの方がそれっぽいですね。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がザ・ユナイテッド・ステッツ・プレインカード・カンパニー、上面はデザインのみ、クロージャーシールは通常の黒で、バックデザインはそのまま色違いですね。で、下面の方はバーコードと年号表記が2019から2021になって、 USB-CC のアランが手合わせで、違いといえば文字色がブルーになっていますね。こちらの方はリサイクルマークが前回もなかったみたいです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。まずはバイスクルの広告カードですけど、両面同じですね。ある意味ダブルフェイスですね。で、もう一枚がダブルバックで、今回もいい感じにデザインがむちゃくちゃ出ますね。それでは表面いきます。ジョーカーの方はまあ色がね変わってるんで、箱色のカラーリングになってるジョーカーとモノトーンのでヒプノシスと入っているバイスクルヒプノシスのスペードのエース、ホッチマンコードのが2021の B になっています。でカラーリングの方が黒じゃなくてちょっと青みがかってますね。やっぱりね、この枠線のない絵札の表示いいですね。色が箱色のカラーリングになっている絵札になっています。で、今回の赤色ピプスはドピンクですね。パステルピンクっていう感じです。ダイヤの絵札。グラブの絵札。ハートの絵札、でハートのエース、2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は少し柔らかいぐらいの感じです。お、めちゃくちゃ浮いてますね。すごい反りはあるみたいです。それではファルを入れてみます。トラディショナル方向でスッと入っていきますね。フェイス側からもやっていきます。全く入っていかないのでトラディショナルカットです。というわけで、前回のアウレオと同じく V2 なので中身の方を見比べてみます。はい、まずは広告カードですけど、
前作のやつも両面同じだったみたいですね。2019から3年進んでバイスクの広告カードが変わったみたいです。でダブルバッグが1枚ずつ、前回も全体の黒色の表記はこの青っぽい表記だったみたいですね。で箱色のカラーリングになっているマルチカラージョーカー、そのままカラーリング違いのヒプノシスのスペードの S、 もちろんホッチマンコードが 2019Z から2021の B になっています、はい、青みがかっていうのはまあそのまま同じみたいですね。まあ、全部は見ないんですけど、そのままボーダーがない絵札になっていて、カラーリングの方が箱色になっている感じです。個人的にはこのグリーン主体の方が好きな感じはします。まあ好みの問題ですよね。前回は赤色のピプスがこの黄緑色だったのがパステルピンクになったという違いですね。バイスクルヒプノシス V2 を開封しました。前作同様ファンでかなり綺麗にデザインが出るというカーリストリーム系デック、こちらなんですけど USB-CC から出ているデザインバリエーションなので、かなりね低価格で発売してるんですが、後でおそらくレアデックになって値段が跳ね上がるタイプだと思います。欲しい人はね複数個買っといた方がいいと思います。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードと同じ厚みなので普通、トラディショナルカット仕様の高品質、まあ、USB-CC 製なのでメーカーコラボとかではなく、ヒプノシス催眠術のコンセプトデザイン、まあおそらく前作の方がねちょっとレアレック化しているので、こちらもレアレックになっていくと思います。バイスクルヒプノシス V2 でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。